まあ、皆さんもご存知のですね、森永製菓という、まあ、あのお菓子の会社がありますけれども、森永製菓というですね、その会社の創業者は森永太一郎という方です。で、この森永太一郎という方は、西洋菓子職人となるために、アメリカに修行に行っていた方なんですね。で、この方が26歳アメリカでイエス様に出会いまして、クリスチャンとなられました。そしてクリスチャンとなって彼は帰ってきてですね、そして1899年に森永西洋菓子製造所というですね、そういうものを立ち上げたそうであります。で、彼は、まあ、森永製菓大成功するんですけれども、基本的にはクリスチャンとして宣教の思いを持ってですね、まあ、働きをするとですね、そういうような気持ちを持ち続けた人でありました。なかなかやはり会社を経営している間はですね、そちらになかなかこう時間を割ききれなかったようですけれども、1935年に、この森永太一郎さんは社長を退任しまして、まあ、その2年後には亡くなられるそうですが、しかしその社長退任後2年間はですね、本当にこう伝道に先進したような、まあ、そういう方であるそうでありますですね。で、この森永製菓ですね、まあ、いろんなお菓子があって、今でも私たちも菓子のメーカーも気にせずにですね、まあ、あのお菓子このお菓子と、まあ、スーパーコンビニで買ったりするわけですけれども、この森永製菓のですね、まあ、非常に人気商品の一つにマンナというですね、まあ、これ幼児用のビスケットなんですが、マンナというものがあります。で、これは1930年にですね、発売が始まったそうで、もう、すごく長いですね。ということですけれども、このマンナについてですね、この森永ビスケットのウェブサイトを見ますと、もうその、いろんな説明が出てるんですね。マンナというのは1930年昭和5年以来のですね、森永のロングセラー商品だということです。で、折しもですね、いわゆる世界大恐慌の翌年にあたるわけですけれども、日本経済も深刻な大不況下にあり、そしてまた、まあ、この時代ですから血離れしたばかりのですね、こう幼児が食べられるお菓子というものもほとんどないような、そういう時代だったということですね。で、そういう状況の中で、この森永太一郎氏は母親が子供に与える最初のお菓子として栄養価の高いビスケットを食べてもらいたいと、ね、まあ、そういう願いを込めて、このマンナというですね、ビスケット、おそらく、私も食べた記憶はありませんが、子供にあげた記憶はありますね。ですのでですね、はい、きっと多くの人が食べたんじゃないかと思うんですけどですね。で、このマンナの語源が旧約聖書にある、神が荒野をさまよえる民に与えたもうた愛の食べ物マナにちなんでいることからも森永の思いが見受けられますと。まあ、そのようにですね、森永ビスケットのウェブサイトには、このマンナという商品のですね、説明の中に、まあ、そのような文章までが記されているわけですね。まあ、マンナ、まあ、英語のアルファベットで書くと MANNA ですね。 N が2個なるのでマンナというふうに、まあ、言っているんですけれどもですね、聖書、私たちの日本語の聖書では大体マナとですね、訳すことが多いんじゃないかなと思います。今日の聖書箇所に出てきますこのマナというのがですね、この森永製菓で今でも出ているマンナというですね、そのビスケットの、まあ、言葉の元になったんだってことですね、まあ、改めてご紹介したわけですけれども、ずっとですね、モーセ、そしてモーセによって導かれたイスラエルの人々の出エジプトという出来事について礼拝ではずっとですね、ご一緒に聖書を読んできております。先週は出エジプト記の14章を共に読みました。エジプトを意気揚々と旅立ったイスラエルの人々でありましたけれども、すぐにファラオはやはりイスラエル人を逃がしてはならないとですね、そのように思いが変わりまして、エジプト軍の精鋭部隊をこう持ってですね、イスラエルの人々の追跡をしたわけであります。そしてアシの海というですね、その場所で神様は奇跡を行われました。前には海が迫り、そして後ろにはエジプト軍がもう追ってきてですね、逃げ場のないそういう状況でありましたけれども、
神様は海の水を分けて、イスラエルの人々は乾いた地を渡り、そしてイスラエルの人々がみんなこう海を渡り切った後でですね、水が元に戻って、そしてエジプト軍は全軍水に沈んでしまったというですね、そういう出来事であります。このような神様の奇跡によってイスラエルは大勝利を得まして、そこからイスラエルの荒野の旅というものが始まっていくわけです。最初は非常にですね、劇的な勝利によって始まりますけれども、しかしその後の40年の旅というのは多くの試練、多くの困難に直面しながら、神様の訓練をですね、また神様のお取り扱いを受けながら進んでいく旅でありました。イスラエルの人々はこう40年間荒野を旅していくわけですけれども、この旅の、まあ、しばしば起こる大きな課題、問題というのは、それは水や食料の確保でありました。今日はまあ16章をですね、先ほど読んでいただきましたけれども、その前の15章、ね、14章でこうエジプト軍がみんな水に沈んでですね、それでいよいよこう希望を持って進んでいくぞということでしたが、しかしもうすぐにですね、15章の後半で水が得られなくてですね、非常に民が不平を言ったということがまずこう出てくるわけであります。そして今日を読みます16章、ここでは食べ物がないというですね、問題にイスラエルの人々は直面するわけです。今日は16章の11節から18節、そして31節から36節を読んでいただきましたが、まあ話全体としては16章全体をですね、ちょっとこう話してまいりたいと思います。まあ皆様お手元に聖書がなくてですね、プリントだけご覧になっている方多いと思いますが、一応そういうことで、ね、申し上げたいと思います。16章の1節にこう書いてあります。それはエジプトの地を出て第2の月の15日のことであったということです。イスラエルの人々がエジプトを旅立った日をですね、1ヶ月目の1日目と考えるわけですね。それから翌月の15日、つまりだいたい45日ぐらい経ってるっていうことですね。イスラエルの人々がちょうど45日ぐらい経った時にこの問題が起きたということです。食べ物がないということで、イスラエルの人々はモーセ、そして同労者のアロン、そしてモーセとアロンに対して不平を言うということは、つまり神様に対してということになるんですが、モーセ、アロン、神様に対して激しく不満を言うわけです。16章3節にこんな言葉で書いてあります。私たちはエジプトの地で主の手にかかって死んでいればよかった。あの時は肉の鍋の前に座り、パンを満ち足りるまで食べていたのに、あなた方は私たちをこの荒れ野に導き出して、この全回収を上で死なせようとしています。イスラエルの人必ずそう言うんですよね。絶対そうでないのに、あの時は肉の鍋の前に座りと、そんなにいいご飯は食べてなかったんじゃないかなというふうに想像できるんですがですね、しかし現状があまりに辛いので、あまりに辛すぎる現状の中でですね、もう過去の記憶が塗り替わってしまうんでしょうか。このようなですね、不満を、まあ、イスラエルの人々は繰り返しこの後も言うことになりますけれども、このようなイスラエルの人々に対して主は答えられました。16章の4節5節です。今あなた方のためにパンを天から降らせる。民は出て行って毎日1日分を集めなさい。これは彼らが私の律法に従って歩むかどうかを試すためである。6日目に持ち帰ったものを整えると日ごとに集める分の2倍になるだろうと。天からパンを降らせる。そしてそれを毎朝集めなさい、まあ、そのように言われたわけであります。主が言われた通り、その後夕方になりますと、まずうずらがやってきたと。まあ今日はうずらの話は今日ではない、もうちょっと後になるんですけどもですね。そして朝になると宿営、みんなテント生活ですね、旅をしてますから、宿営の周りに
雨が降りたと言いますね。そしてその雨が降りて、降りた雨が上がると地表に薄く細かいものがうっすら積もっていて、イスラエルの人々はこれは何だろうと互いに言ったと言うんですね。私はマナーを見たことがありません。皆さんもそうだと思います。ですのでこれは聖書に書いてある言葉の通りで、あとはここで想像するばかりですね。とにかく朝起きるとですね、朝起きてこう外へ行くと白いものがこう地面にあったということですね。でそれをまあきれいに上手に集めるんでしょうね。おそらくそれは粉になるようなものでしょうね。で、まあ、それを持ってですね、こう、まあ、途中でも煮たり焼いたりという言葉が出てきますから、それそのままこうパクッと食べるのではなくて、まあ、何らかの調理をしてですね、おそらくは小麦粉でパンを作るようにですね、そのマナの粉みたいなものでですね、まあ、パンみたいなものを作ったんじゃないかというふうに想像するわけですけれども、16節の15節、16節にこう書いてあります。そこでモーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えられたパンである。主が命じられた言葉はこうである。それぞれ自分の食べる分を集め、一人当たり1オメルずつ自分の天幕にいる人数に応じて取りなさい。イスラエルの人々はそのように言われてですね、それぞれ集めるわけです。しかし18節には、多く集めたものも余ることがなく、少なく集めたものも足りないことはなく、それぞれ自分の食べる分を集めていたと。まあそのようにして、誰一人こう飢えることがないように神様がされたということですね。このマナというものは、この日から荒野の40年の旅の間、毎朝降り続けました。下り続けました。そして、これ降る、降りる。降り続けた、降り続けた。なんという言葉が一番正しいんでしょうかね。でも、それでですね、モーセに言われて、アロンは、それをこう、記念のためにこう、壺に入れてですね、こう、常に聖所に置いて保管したわけです。これもあんまり詳しく書いてないので、想像するんですけどね。マナは、日にちが経つと、時間経つと、こう、腐ってしまうので、毎日毎日新しいの入れたのかなとかですね、保存用は一回入れたらいつまでもあったのかなとかですね、まあ、いろんな余計なことを想像したりするんですけどもですね、まあ、とにかくですね、それを聖所に保存して、神様がいかにですね、この荒野における旅を守られたかっていうことをですね、いつまでも忘れないようにと、そのようにまあしたわけであります。改めてマナとはどんなものかですね。それは朝露が乾いた後地表に薄く積もるものであったということですね。そして人々は朝ごとにそれを集めて調理して食べました。多く集めても余ることはなく、少なく集めても足りないということはなかった。そんなふうに神様は与えられたと。そして神様は毎日その日の分だけを集めるようにと、そのように命じたんですね。でも大体ですね、不安になったり欲張ってですね、多く集めちゃうね、私も思想であります。もしくは明日は起きな、明日は寝坊してもいいようになんつってですね。ところが欲張って2日分集めた人がいたんですけども、翌日分は腐ってしまいました。その日の分だけです。しかし神様は安息日、週の終わりの日ですね、安息日は仕事しなくてもいいようにということで、前日に2日分集めなさいと。その日だけはなぜか不思議に腐らずにですね、翌日の分もちゃんと食べることができたっていうわけです。しかしまた安息日の日にですね、欲張って集めようとする人もいるんですね。しかし行ったらなかった。安息日の 朝にはマナは降りなかった。まあそのようにして神様はマナを人々に与えられたわけであります。まあマナというふうに言いますが、ヘブライ語ではこれマンフーというふうに言いまして、これは何だろうっていう意味ですね。何だろうって、ですから、マンナというビスケットの語源は聖書のマナと、でマナという言葉の意味はこれは何だろう。31節にはコリアンダーの種のようで白く蜜の入った薄焼きパンのような味がしたと。コリアンダー、パクチーですよね。
大好きな方と苦手な方といらっしゃるかもしれませんけどですね、あのこのパクチー、コリアンダーの種をですね、あもう昔からこうスパイスとして使っていたようでですね、かなり調べますとかなりもう紀元前からですねスパイスとしてこうずっと使われていたような使われていたもののようですけれどもですね、まあ、それと、似ている、まあ、外見だったということですよね。まあ、マナはスパイスではないと思いますので、味はきっとパン焼いたらパンになるようなそういうものであったんだろうと思いますけれども、イスラエルの人々はそれを焼いたり煮たりしてですね、いろいろな形で調理をしたようであります。このマナーについて、その、まあ、マナーが何であるかということをですね、端的に言っている言葉が、まあ、今日読んだ箇所ではありませんが、ちょっと前の16章4節の言葉であります。あの説教用紙の方にはですね書いてありますが、今あなた方のためにパンを天から下らせる。民は出て行って毎日1日分を集めなさい。これは彼らが私の律法に従って歩むかどうかを試すためである。この短い4節の中にいろんなことが書いてあります。このマナは天からのパンだと言われてるんですね。このマナというものが毎日与えられて、そしてアラノにおける困難な40年間の歩みというものが守られて、イスラエルの人々が食生活において養われたということ自体は非常に大きな神様の御業であると思います。しかし単にその食べ物がないところに食べ物が与えられたというですね、その物理的なその恵みとしてだけではなくて、このマナが与えられたというこの出来事が持つ、まあちょっと難しい表現ですかね、聖書全巻的な意味合い、これは聖書全体のメッセージの中で一体どういう意味を持つのかというですね、まあそんなですねことにも今日は目を向けながらですね、話を進めてまいりたいと思います。今日もまた3つのポイントでお話をしたいと思いますが、まずこのマナの出来事から教えられる1つ目のことは、日ごとの糧を与えてくださる神様ということであります。まあ、聖書のこの説教用紙の方にはですね書いてありますが、この、マタイの6章11節とマタイの6章34節2箇所の御言葉を読みたいと思います。私たちに日ごとの糧を今日お与えください。6章34節、だから明日のことを思い患ってはならない。明日のことは明日自らが思い患う。その日の苦労はその日だけで十分である。今お読みした2つの御言葉、同じ、まあ、マタイ6章に出てくるんですが、別々のですね、まあ、箇所であります。これらの2つの御言葉は、どちらもイエス様の有名な御言葉です。その日に必要なものは、神様が与えてくださるという約束ですね。そしてもう1つは、その日に負えない労苦は、主に委ねなさいという促しの御言葉です。特に6章11節の私たちに日ごとの糧を今日お与えくださいという言葉は、先ほどもご一緒に祈りましたが、主の祈りの中で我らの日用の糧を今日も与えたまえと、そのように祈っているその言葉ですね。言うまでもなく、主の祈りというのはイエス・キリストが弟子たちに教えられた祈りという意味ですね。その祈りを、まあ、教会は今でも祈るわけですけれども、それはマタイの6章に出てくるわけですね。この我らの日用の糧を今日も与えたまえという祈りはですね、それはアラノの40年間のイスラエルの人々を確かに養われた神様に向かって祈っているということです。アラノのイスラエルの人々と同じように私たちの命も支えてくださいますようにと。そしてアラノ40年間のイスラエルの人々の生活を支えられたように、私たちの生活も支えてくださいと。これ日用の糧と言いますが、これはいわゆる口から入る食べ物以外のですね、もうちょっとこう私たち生活全般に関わる神様のお支えという意味で受け止めていいんじゃないかなというふうに思っておりますからですね。そのようにして私たちもアラノの40年のような人生を歩んでいますけれども、イスラエルの人々と同じように私たちの人生を守り導いてくださいと、まあ、そのように
祈る祈りであろうと思います。先ほどもイスラエルの人々が食べ物がなくなったと言ってですね、非常に不平を言った御言葉を読みましたけれども、その荒野のイスラエルと同じように私たちもすぐに先行きの不安があるとですね、本当にこう恐れに満たされてしまい、また祈りよりも不満の方が大きくなってしまうような私たちですけれども、自分はそんなものですけれども、でも明日を委ねて神様を信頼して歩めますように、まあそのようにですね、この日々の信仰もまた祈り求める、そういう言葉ではないかと思うんですね。我らの日曜の糧を今日も与えたまえと、そのように私たちが祈るときに、それは荒野の40年間のイスラエルを導かれた神様が同じように私のこの荒野の生活も導いてくださいますように、助けてくださいますように、イエス様が、主がイスラエルの人々に信仰をお求めになったように、その同じ信仰が私にも与えられますように、そのようなまあ意味をですね、私たちが込めながら祈るべき祈りだろうというふうに思います。そして主はその祈りにお応えくださる方である、そのことをですね、このマナの出来事から私たちは知ることができます。まず一つ目、私たちの神様は日ごとの糧、そして人生を導き、また信仰を与えてくださる神様であるということです。二番目に申し上げたいことは、御言葉によって生きるということを教える神様ということです。御言葉によって生きるということを教える神様。今度は申命記の8章2節3節、ちょっと長いですが読みます。申命記8章2節3節、あなたの神主がこの40年の間荒れ野であなたを導いたすべての道のりを思い起こしなさい。主はあなたを苦しめ試み、あなたの心にあるもの、すなわちその戒めを守るかどうかを知ろうとされた。そしてあなたを苦しめ飢えさせ、あなたもその先祖も知らなかったマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きるということをあなたに知らせるためであった。申命記というのは出エジプト記の次の次の次ですね。出エジプト記は旧約聖書は2番目の書ですが、申命記は5番目の書です。でもつながっています。申命記、レビ記、民数記、あ、ごめんなさい、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記はつながっています。これはイスラエルの出エジプトの一番最後のですね、この旅の一番最後の時の出来事が記されています。40年の旅のですね、最後にモーセを通して神様が人々に語った言葉ですね。今読んだ箇所もマナが与えられたことの意味というのをイスラエルの人々に思い起こさせている、そういう御言葉でした。神様がイスラエルのこの荒野の旅において、たびたび人々を試練に直面させられたというのは、それはあなたの心にあるもの、すなわち戒めを守るかどうかを知ろうとされたからだと、そのように書いてあります。そしてマナを与えてそれを食べさせたということは、ただ単に食物を与えた、お腹が空いても大丈夫なように食べれるものを与えたということだけではなくて、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出る全ての言葉によって生きるということをあなたに知らせるためであったと、そのように言われています。神様は確かに日ごとの糧を与えてくださる方です。そして私たちはそれで満足もしますし、また時にですね、自分の思いに合わないと思うと不満を持ったりするわけですけれども、しかし私たちはその神様が養ってくださる、物質的な意味で、肉体的な意味で、その時に御言葉によって生かされるということをどれくらい心に刻んでるでしょうか。神様はマナを与えた時にこれでお腹がいっぱいになるようにと、もちろんそれはそれでその通りなんですが、しかしそのことによって人はパンだけで生きるのではなくて、神様の言葉によって生きるということを人々が知るためにこれをあげてるんだよというふうにおっしゃっているんですね。神様は常に肉体を生かす食べ物だけでなくて、いやそれ以上に
心を生かす食べ物に私たちが植え替わることを求めておられます。私たちにとってそれが大事なんだと。そのために神様は私たちにさまざまな恵みを与えてくださっているということを覚えたいと思います。心を生かす食べ物、それに植え替えている私たちでありたいと思います。3番目に申し上げることは、天からのパンであるイエス様ということです。天からのパンであるイエス様。先ほど読まれましたヨハネによる福音書6章51節を読みます。私は天から下ってきた生けるパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンは世を生かすために与える私の肉である。このヨハネの福音書の言葉は、イエス様がご自身のことをですね、ご自分のことを天から下ってきた生けるパンだというふうに言われた箇所です。このパン、まあ、すなわちイエス様の肉と血を食べなさいとここで言われるんですよね。それを食べる者は永遠の命を得ますと、そのように言われた箇所であります。このイエス様の肉と血という言葉はイエス様の十字架の受難を意味しています。十字架の死、イエス様の十字架の死と復活によって神様は私たちに命を与えようとしてくださっている。そのことを信じることが永遠の命が与えるそのパンを食べるということになります。今日はこのメッセージの後で聖餐式を行いますけれども、その天から下ってきたパンを私は食べるものですと、そのことによって永遠の命を得ているものですと、その信仰を表し確認するために聖餐式を行います。またその永遠の命の恵みを感謝するために聖餐に預かります。そのためにご自身を犠牲されたイエス様を記念するために私たちは聖餐式を行います。セザール・フランクというですね、まあオルガニスト作曲家がいます。1800年代の方ですね、19世紀の方です。この方の有名なですね、ミサ曲に、パニス・アンジェリクスというですね曲があるんですね。天使の糧という、まあ、日本語訳が付けられています。これ非常に人気のある曲のようでありましてですね、皆さんぜひお帰りになったら YouTube ですね、天使の糧とかセザール・フランクとかパニス・アンジェリクスとかですね、そういう言葉で検索されるとたくさん出ます。まあパニス、まあこれパンなんでしょうねきっとね。アンジェリクスってこれ多分エンジェル、まあこれラテン語なんですよね。ですからまあエンジェルのパンっていう、まさしくその通りですよね。まあ天使のとありますけれども、まあ天使というかこれ意味合いとしては天のパンですね。ですからこれを聞くときに天使のパンって何かこうですね、羽の生えたエンジェルがピヨピヨ飛んできてですねパンをくれるみたいな、そういうなんかこうファンタジックなイメージはしない方がいいと思います。これイエス様の十字架のことをですね歌ってるミサ曲ですから、天使がパンを運んでくるみたいな、こうなんかね、それこそなんか森永製菓のイメージじゃなくてですね、イエス様の十字架を思い浮かべたいと思うんですね。この天使のパン、すなわち天のパンというのは、アラノの旅で与えられたこのマナというですね、このマナという不思議な食べ物がいわば予告していたところの、まことの天から下ってきた生けるパンであるところのイエス様を賛美する内容になっています。和訳はこうなっています。天使のパンは人のパンとなった。天のパンであって旧約の予表を全うした。予表って難しいですね。これつまり旧約聖書においてあらかじめ、まあ、予告されていたと言いましょうかね、表されていたこと、それを全うした。ああ感嘆すべきことよ、貧しい者、しもべ、および卑しい者が主を食しまつるとは。
まあ、これおそらくですね、カトリック教会の、まあ、これミサ局ですから、まあ、教理が若干反映されていると思いますね。そういう、まあ、いわゆるこう私たちは聖餐式と言いますけれども、ミサそしてご聖体に預かるという言い方をすると思うんですね。まあ、それを自分のような貧しいもの、しもべ、卑しいものである自分が本当にこう天からのパン、イエス様の体に預かることができるというのは、なんと簡単すべきことなんだろうかって、まあ、そのような内容になっているわけですね。マナというのはイエス様を指し示しています。それを食べて人々が生きたということは、私たちもそのイエス様を、まあ、食べてと言いましょうかね、イエス様によって生きるということを指し示しています。それはイエス様の言葉によって生かされるということを指し示しています。そしてイエス様の言葉によって生きるというのは、単にそれをですね、何か私たちが知ることによって心が励まされたり強められたり自分の内面が豊かにされていくというようなことだけではなくて、むしろその言葉に従って生きていくということですね。私たちが御言葉に従って生きるということを指し示しています。口から食べるものは私たちの体に入って、そして、それがですね、こう消化され栄養となって私たちの体を形作っていきます。そのように霊の糧であるところの御言葉によって、私たちの内なる人がさらに形作られるように祈り求めていきたいと思うんですね。人間食べなければ痩せてしまいますし、成長期のですね、本当に子供たちが食べないとなかなか成長しないというのがありますけれども、聖書は内なる人は日々新しくされるとありますが、それは御言葉の糧をいただいてこその約束ですよね。そのようにして私たちの内なる人がさらに成長し養われていくためにですね、本当に誠の天のパンであるところのイエス様と、またその御言葉をですね、求めて歩んでまいりたいと思います。お祈りを捧げます。愛する天の神様、御言葉を感謝します。アラノの旅でマナを持ってイスラエルの人々を養われた主は、そのマナが究極的に指し示すところのイエス様をもって私たちを救い、また日々養い導いてくださるお方であることを本当に感謝します。どうぞ主よ、今も生きておられるイエス様とその御言葉によって、私たちもまた同じようにあなたの命に日々生かされますように。今から聖餐式に預かりますけれども、この聖餐の恵みを通して、そのような本当に天のパンを食するに至った恵みを心から感謝し、またあなたを礼拝するひとときとしてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。